マルティン・ラトケ・マルティン・ハイン・リヒ・ラトケは、ドイツの解剖学者、発生学者、動物学者である。発生学の分野では、公害が作られる前の時期の原始郊公害廃用の天井部分がへこんで形成される、ラトケの王を発見した。ダンツヒの造船業者の家に生まれた。ゲッティンゲン大学、ベルリン大学で、自然史、医学を学んだ。クダニスクに戻り開業医。 グダニスクの市の病院の主任医師、地域医師を務めた。1829年から1835年まで、ドルパット大学の生理学、病理学の教授を務めた。1835年、カール・エルンスト・ホンベーヤの後を継いで、ケーニヒソベルク大学の解剖学と動物学の教授の地位に就いた。1852年から53年の間、 ケイニヒスベルク大学の学長を務め、解剖学研究所の設立や、医学教育の分野でファジーカムの改革などを行った。1855年に王立協会の会員に選ばれ、1858年にバイエルン科学アカデミーの外国人会員に選ばれた。鳥類や哺乳動物の肺で咽頭弓を発見し、また、ラトケノを発見した。 海洋動物の研究のパイオニアの一人でもあり、甲殻類や軟体動物の研究を行った。息子のベルンハルトラトケは科学者となった。ありがとうございます。